はい、どうも偉い店長です。今日検証会との裁判2回目ということで、また藤吉先生、弁護士 YouTuber でもある、下にリンク貼っておきますけれども、来ております。で、まあ、前からね、この検証会の、勧誘を受けた時のその潜入した動画、音声動画をね、出しているんですけども、それを消せということで、申し立てを受けているんですね。で、まあ、論点としてはそのプライバシーにかかるかどうかみたいなことで、まあ、前回ね、要するに何が公開されちゃいけないのということで、動画全部ということなんです。動画の一部にしてもどこ消せばいいのっていうのが分かんないでしょということで、行ってきて、行っといたんで、で、まあ、今回2回目ということでほぼ決まるかなっていう。そうですね、はい、うん、で、まあ、ちょっとだから例えばその、ちょっとピー音入れれば OK とかですね、ちょっとなんとかすれば OK みたいな、そういうことが和解というかできればいいかなっていう感じですね。ちょっとまあ検証会と戦う TV になってもしょうがないんでですねそんな感じで、ちょっとまあ雨も強くなってきたんで、私も検証会と戦う弁護士じゃないもっといろんなことねしてる、お互いチャンネルもありますしね弁護士としての仕事もありますから、まあだからなんかちょっと長引いてちょっとまたなんか消したのにイチャモンつけられる、そういう展開は避けたいかなと思いますから、なんかうまいことね相手と折り合いつけばいいかなというふうに思ってます、はい、ちょっとチャンネル的になんか戦ってほしいみたいな人も多いのかなと思いますけれども、まあ、僕も検証会以外も相手にしたいなと思っているので、そんな感じで、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。どうす、じゃあまた後ほど撮ります。どうす、はい、今ですね第2回目の審尋が終わりました。普通なんか2回ぐらいで終わるっていう話だったんですけども、3回目が設定されて長いなとか思っているわけですけれども、結構あれですね、なんか割と裁判官も、うん、そうですね、複雑な事案として見てるんですかね、はい、うん、双方の主張をちゃんと聞いてくれているような感じですね。本当ですよね、はいはい、ということで、まあ、今その争点になってるのは、まあ、プライバシーじゃんって相手が言っていて、こっちとしてはプライバシーじゃないじゃんというか、あるいはプライバシーでももうそれはみんなが知っていることじゃんというようなことを言っていると。で、裁判所的にもまあそんな感じで、そうですね、あとはまあ仮にじゃあプライバシーとなった、うん、認められた場合に、ではそのプライバシーが受認できない、自分が要するに我慢できない限度を超えた対応でこう侵害されているのかどうかと、うんうん、はい、受認限度っていうことを使ってましたけども、はい、でいろんなことを言ってたんですけれども、まあ、その相手方の方のこれは言っていいかな、名前で検索するとこう、まあ、ちょっと名前私はあの本名出してないんですけれども、その本名で検索するとですね、こう検証会ってサジェストが出てくると、うん、じゃあ元々俺が言う前からもうその職場の人とかも知ってるじゃんというか、それはだから履歴書とかにあってこう名前検索して出てくるわけ でそれでも雇ってんだったらもう知ってるんじゃないのみたいな、ああいうことをこう言ったわけですが、今公知性っていうんですか、公知性、すでにそのプライバシーでも何でもそのすでに知られてたら、まあ、俺が侵害しようがないですよねっていうような話をしてたんだけど、裁判所としてはこう、まあ、あの0100じゃないんじゃないっていうことを言っていて、まあ、相手としてはもう それはそのいつか分かんないしっていうのを言ってたんですけど、まあ、検索ワード出てくるとかっていうのがそのいつのことなのか分かんないですよねっていうことをこう言ってたのと、あと何ですか、こう有名 YouTuber が挙げると意味が違うというようなことを裁判官がおっしゃってて、まあね、はい、だから面白いなと思ったんですけど、うん、まあ、そこら辺の人が書いた記事と、うん、あのこれだけ登録者数が多い YouTuber が挙げた記事だとやっぱり見られてる人数も全然違うだろうと、まあ、簡単に言うとあれですよね、なんか例えば公衆便所のトイレで書いた落書きと、はい、あと、ね、もっとでっかくこう看板とかにされてるような落書きだとやっぱり、ね、うん、あの社会的な影響力みたいなのが違ってきて、さっきの受認限度に、こう影響が出てくるだろうと、うん、ああいうことなわけですね、うん、ってことは有名 YouTuber は気をつけなきゃいけないよ、ね、分かんないけどね、だそれを含めてこうプライバシーの問題っていうのがあるにせよ、その違法をと言えるのかどうかっていうのは、うん、なんか微妙じゃないというか、そのなんていうな感じでこう少なくともその全部削除するっていうよりかは、まあ、その一部ここだけあの変えてほしいとか、まあ、とにかく本人だってことは分からないようにですね、うんうんうん、はい、っていうようなことを言って、まあ、あの裁判所の方言ってたのは特定宗教についてはもう価値中立的なので、別にその、なんて言うんでしょうね、このどの宗教とかっていうことはあんまり関係ないんだけれども、こう批判する言論の自由
言論っていうのも表現の自由なんで、こう、まあ、最大限配慮に値するといいますか、うん、で、まあ、その検証会側としては、まあ、特定宗教の批判、あ、じゃあ、まあ、その検証会の批判している言説だとかっていうのをこう、あ、違法だっていうふうに言いたがるのはまあ分からないでもないけれども、 そうではなくて、そのあくまでそのプライバシーの問題として、こう受任限度を超えるのかどうかと。でプライバシーとして言っておきたいというのは、その検証会を進行している事実と言ってましたね、うんうん、要するに相手方はその検証会を進行していることは隠しておきたい、うん、ということを主張されていると、まあ、その今知り合いの弁護士とって言ってました今弁護士会館で撮っているんですけど、ちょっと雨降ってる、ね、この前公演だったんだけどもアップグレードされてますからね、うん、藤田先生もなんかエラテンチャンネルで見たみたいな感じの弁護士の同期に言われたみたいな、はい、最近検証会戦ってますよね。最近結構検証会YouTube 見ましたよ って言われたのは、大体エラテンの YouTube を見ている、うん、自分もね、僕の YouTube ではなくて、うん、はい、整体師にポケポケされたりしますからね、うんうん、ということで、まあ、裁判所としてはこう積極的に和解を進めていきたいみたいなぐらいな感じのことを言ってましたけどね、はい、なんで、まあ、だから本当に動画全部を消すのかどうかという判断になると、やっぱり難しい判断に迫られるから、どっかまあ一部をこう相手が主張するような、主張するところに争点を絞って、そこという部分のその損害がなくなるような対応で編集するなりなんなりして動画を改編してという和解も一つ検討に値するんじゃないかということですね、うんうん、まあ、相手としてはその声をあと変えてほしいというか、なんか僕としては別にその例えば一部の情報をこう、まあ、3秒ぐらいのところピーって入れるだけだったらそんなに重要じゃない内容だったらいいかなと思ってるんですけれども、まあ、声全部変えてほしいとかっていうような感じのこと、まあ、具体的にまだ出されていないんですけれども、まあ、そんなような雰囲気が出てまして、私としてはその、うん、なんて言うんでしょうね、こうどういう時にその声がこう変わっていくのかというかですね、こう例えば検証会じゃないんですかっていうふうに聞いた時に、そのどういうようなこう、うん、喋り方をするのか、あ、そういったこともですね、結構その動画の内容としては重要かなと思うところで、うん、まあ、それはね、なんていうか、そうですね、私もそこは本当に声質を全部、例えばピー音とかでなんか非常にこう高い機械音みたいな、あるとやっぱり動画としての価値はかなり下がるんじゃないかなというのは、私も同じような考えなんですよね。警察24時とかみたいにそう映像があるならまだしも、僕のやつはその映像なしでやっているので、やっぱり声色というのがどうなってるかっていうのはリアリティ感というかね、そういうのが私としても価値あるかなというふうにも思っていますので、まあ、そこはね、若いとしても重複しがたいところかなというふうに思っています。まあ、何でしょうね、YouTube だとやっぱりね、裁判とか受けるからさ、こうなんかそのもっとやれみたいなさいう感じのことあるんだけど、僕もちょっと検証会と戦う TV、エラテンチャンネルから検証会をぶっ壊すとか、そういう感じでですね、やろうとはあんまり思ってないので、私も決して検証会検証会と戦う弁護士ではない、うん、いう感じだから、いろんなね、こう宗教とかをこう幅広く扱っていきたいと思っているので、まあ、この裁判とかのね、記録も含めて、まあ、裁判上でまあどういう、もちろんその秘密にすることは秘密にしますけれども、どういうふうなこう、まあ、そもそも訴えを起こした経緯とかもね、こう一応全部記録していて、まあ、こういうこの宗教団体のこういう人はこうだったというようなね、そう記録をまあ、一部の、として残せればいいかなと、ちょっと回りくどいんですけれども、で僕はその特定宗教ですね、こうなんて言うんでしょうね、批判しに批判するっていう感じのスタンスは取っていませんので、まあ、広瀬さんとかね、こう黒川区断固批判みたいな感じのスタンスですけれども、まあ、検証会もしゃべれるやんみたいな感じになるのが本当は理想的であるんですけどね、うん、こんな感じで、なんかどうですか、うん、いや意外とずっとこの裁判が続いているので、うん、お疲れ様ですちょっと大変だなっていう、疲れてきました、うん、まあ次回ぐらいでね、落ち着けるといいですけど、はい、最初はそう最高裁判でやったらぜみたいなテンションもありましたけども、まあ動画一つで、まあ、俺も忙しいしなみたいなさいうねところもありますから、藤田先生もね、お疲れ様でございます、うんね、うん、なんとかまあそのなんか二転三転しないといいですよね、やっぱりね、こう、ここだけ消してくれって言って、うん、消しましたって言って、うん、はい、じゃあお疲れ様でしたって言って、でそして終わったと思ったらまた次のその、うん、人が出てきてここを削除してくれみたいな感じの風になるとね、うん、めんどくさいよね、うん、最初だから検証会その潜入とか全部っていう話だったんだけど、そのうちの一部をやっぱりこうプライバシーだっていう風にして言ってきていまして、でこれはあくまでこの私人としてのっていうことを言っていて、まあ別にそれはまあ相手の主張だからどうでもいいんですけれども、その
なんて一旦 こちらがその相手の言うことを聞いて消したのにこう終わらないみたいな、それちょっと展開はね嫌かなということで、まあ、いつまでそれに振り回されるんだってことになります。そう、ね、ちょっと僕もなんか検証会戦う TV ってなりたくないというね何回も言ってるところでございまして、実はまあ別のねこうなんて言うでしょう、ご本尊様の写真を写さないでほしいみたいな、そういうのはねこう直したのにこう訴訟されてるっていうのがあるので、相手のご主張をねこう聞いたのにこう訴訟されてるみたいなところも、あるから、ちょっとね、その辺も含めて、リポートしていきたいなというふうに思っております。じゃあちょっとねお疲れ様です、はい、まあ、ということでぜひ藤吉先生の、ね、チャンネルも登録して、やらてんチャンネルに出てる人ということでチャンネル登録1200超えたらしいから、ね、うん、そんなことで、はい、あの年収チャンネル出た時も、うん、あのコメントとかに、うん、検証会の人だみたいな別に検証会の人ではない検証会の人いやそれはまあ、お疲れ様でございます、ね、はい、まあ、他に代表作というのが出るといいなという感じでございますねはい、じゃあ以上です。チャンネル登録高評価お願いいたします。バイバイ。むしろしてもすごいコメント欄でもっと喋ってほしいみたいな最後に趣味とか趣味なんですかね、筋トレですかね、筋トレチャンネルばっか見てるってことで筋トレチャンネルばっかり、自宅にジムもあるということで、なんか私 YouTube のアプリ上げると、うん、男の裸の裸がいっぱい出てきてこいつ大丈夫かっていうのが出てくるので、うんうん、まあ、筋トレ大好きだということで筋トレです、うん、いつもプロテイン飲んだもんね、まあ、そういうちょっと側面もありつつということで、はい、じゃあこんな感じで、またじゃあ来週は、検証会の裁判以外の動画を上げたいと思います。再来週はまたちょっと検証会の裁判の最後になるかな、最後になってほしいなっていうね個人的には思ってますけどね、はい、そんな感じでございます、以上です。じゃあバイバイ。